大隅の子は、日本の神経科学者。学位は、私学博士。現在、東北大学大学院医学系研究科教授、東北大学副学長。第20から22期日本学術会議第二部会員、特定非営利活動法人日本分子生物学会、第18期理事長を務めた。神奈川県出身、横浜国立大学教育学部付属鎌倉。 中学校、東京学芸大学附属高等学校、東京医科史科大学歯学部にて学び、1985年に卒業した。その後、同大学の大学院の私学研究科に進学し、1989年に修了した。父は、芸類学者の大隅清治。母は、電子顕微鏡学者の大隅正子。両親ともに、生物学者であり、 幼少期から生き物への興味から家にある図鑑を片っ端から読んでいた。とにかく本が好きで小学校時代は電気物をよく読んでいた。中学時代は建築家や編集者に憧れた。しかし最終的に人を治すことができる職業は素晴らしいと思い直接医療に関わる私学部への進学を決める。医学部でなかった理由は 他人の命を背負い込むだけの踏ん切りが当時はつかなかった。と語っている。普段はテニスクラブに精を出し、テストは落とさないようにメリハリある大学生活を送った。大学から始めたテニスでは、初心者からのスタートであることから、戦略的にストラテジーを考える訓練になり、後の人生選択にも大きな影響を与えたという。研修医制度がなかったため、 そのまま大学院に進学をしようとしたが、当時の女性研究者に対する地位が、まだ低かった。テニス部の先輩でもある、江藤和弘教授の研究室は新設の新しい研究室でありオープンな環境に導かれ、無事大学院に進学した。研究室では主に顔面の発生、神経低細胞の研究を行った。この分野の研究は当時日本では、唯一、 世界でも十二見とない分野であった。旧定大ではなく、東京医科歯科大学の比較的規模の小さな短科大学だからこその強みであり、逆張りの選択はその後の研究の方向性を決めるものとなった。大学院終了後は母校である東京医科歯科大学にて、私学部の助手として着任する。大学に残って助手を数年続けていた大隅に、ある時、 柿塚明博士が、もうえんちゃうと助言したことから、研究室から独立することを決心する。1996年、国立精神神経センターに転じ神経研究所の室長に就任した。この頃から、顔の発生、中でも目の発生で重要だったパックス6遺伝子が、実は脳でも働いていることが分かってきた関係で、 脳の発生に研究をシフトした。1998年、東北大学大学院医学系研究科で、女性として、初めて教授に就任した。2006年には、東北大学の総長特別補佐に就任した。また、2008年から2010年にかけて、東北大学のディスティングイッシュとプロフェッサーを務めた。2018年より、東北大学副学長。 付属図書館長を拝命。大学以外の公職としては、日本学術会議の会員に任命され、第2部に所属し、第22期には、基礎医学委員会委員長、神経科学文化会委員長を務めた。その他、日本分子生物学会では、理事長を務めた。専門は、神経生物学。脳の発生、発達の観点から、 人間の心の成り立ちを理解しようとする研究を展開し、特に精神疾患にまつわる問題への関心が高い。科学技術振興機構クレストプロジェクト、ニューロン申請の分子基盤と精神疾患への影響の解明では、チームリーダーを務め、グローバル COE プロジェクト、脳神経科学を社会へ還流する教育研究拠点では、拠点リーダーを務めた。神学術領域、 多様な個性を創発する脳システムの統合的理解領域代表。芸類学者の大隅清治は父であり、電子顕微鏡学者の大隅雅子は母である。なお、生物学者の大隅義則との間には、遠赤関係はないが、氏名が似ていることから、親子や夫婦だと誤解されることもしばしばであるという、ありがとうございます。